こんにちは。今日は住宅展示場に2軒お邪魔してきまして、1軒目のところはね、非常に細かく住宅のそのコストパフォーマンスとか、それから断熱材のことをねご案内いただきました。断熱材は何かっていうと、家の温度が一定に保たれてエアコン代電気代がほぼかからないよってことだったんですよ。なかなかいいなんか説明でしたね。でその1軒目でもらったのが、ここにクオカードが5000円分あります。プラス現場でなんかカップヌードルもらったりね、エコバッグをもらったり、キッチンバッグをもらったり、バイオグリーンなんとかってのもらって、あとはこの袋にヤマトくんがうまい棒を詰め放題させていただきました。もう大満足でね、すごく楽しかったなというふうな気がします。で、もちろん家のカタログももらいましてね、まあ、非常に今このね令和5年の最新の家事情ってのが分かりやすかったです。はい、これが1軒目で、2軒目なんですけども、ご存知タマホームですね。こちらの方は2万円分のクオカードがもらえるということで、後で郵送しますってことでね、いただくことになりました。だから今日合計で2万5000円分のクオカードが手に入ったってことになります。さらにタマホームさんではこのキッチンパックっていうね、なんかこういろいろ台所で使うのにいい洗剤とかね、スポンジとかね、なんかそういうものがもろもろ入ったパッケージをお土産でいただいたのと、あとこの家のねご案内ですね。いや、さすがにタマホームさんだなと思いましたね。ものすごく洗練された社員さんが応対してくださいました。でタマホームさんは次回のアポイントメントもいただいたんで、来週ねもう一回行ってこようかと思います。非常に興味深かったです、ものすごく具体的でね、良かったんじゃないかなと思いますね。どちらもやっぱりコストをかけるだけあって、一流の社員さんが対応していただきました。本当にありがとうございます。というところで、住宅展示場新春お邪魔お邪魔っていうのは2軒行ったわけですけども、来週の土曜日もね、あと2軒行くことになっております。1軒が大和住建さんですね。これ以前大和住建さん去年行ったんで、別にここにコミッションがあるわけじゃないんですけども、また伺うことによってね、なんか福袋がもらえるということなんで、この福袋をくれくれ成人してみようかなと思います。まあでもね、本当にね住宅展示場ね、家族で行くのなかなか面白いんじゃないかなと思いますね。まあ家の勉強もできるし、ともすればね、本当に具体的に自分の住まいをどうしていこうかなというような考えもまとまることになりますしね、本当に良かったかなと思いますね。であとはもう一軒、予約をした住宅展示場がありまして、そちらの方にもお伺いすることになってますね。そちらもね今日と同じような感じじゃないかなと思うんですけども、またレポートさせてもらいます。それでは。